はい、高山直美と言います。本日はマルーという作品を上映させていただきました。見ていただいてありがとうございます。何を持ってるんですか、スティックは。なんだこれ、あれなんだこれ、わかんないです。回していきますか。そういうわけですね。こっちから。あ、で、私から左の4名は、出演者です。で、あれですね、椎名さん、主演をやりました。それから、嫌な女、それから、落ち葉を拾う女、それから、熱い男。名前だけ、こう、さらっと、なんか言っていきますか。はい、お願いします。本日はご来場ありがとうございました。この丸という作品の、主演を務めさせていただきました椎名智和です。この反発性脱毛症という病気なんですけれども、私は実際にこの病気を患っております。この作品を通じて、少しずつでも、この病気のことを知ってくださる方が増えたらいいなと思います。本日はありがとうございました。ミキ役をやらせていただきました藤原美咲と申します。監督にその脚本ができる前に、嫌な女をやらせてくれってお願いして、で来た脚本で演じたんですけども、前半からなんだろう、彼女は全部嘘をついててうさんくさい女なんですけど、その役が嘘をついて、なんだろう、別よく見せるっていう演技、二重の演技に、結構より難しかったんですけど、なんか見た感じ、なんかああそうきたかみたいな感じの女性になったのでね。なるほど、二重ね、はいはいはい、うざんくさい、ああいるよなこういう女っていうのはできたので、そういう嫌な女を楽しんでいただければなと思います。落ち葉を拾っておりました、諏訪間あかり役の佐藤智美と申します。見ていただいて本当にありがとうございました。なんか普段あんまりああいう役とかをやったことがそんなないので、すごくいい経験でし、であ、かんだすごくいい経験でした。本当にご覧いただきありがとうございました。店のオーナーの霞役をやらせていただきました、大石康と申します。結構軽妙な感じでこう描かれてますけど、テーマとしては結構しっかり真剣なお話ですので、なんかそういうのも感じていただけていればいいなと思います。はい、僕なんか好きなのね、やっぱ友さん演じるのはちょっと冒険してこっちにしてみようかなみたいなとかね、ちょっとテーマで見たりこう来るようなところ、それで男性選びもちょっとかの方の女性がこう変わるみたいなね、その辺のあれがね、ああいうのがちょっといいんですよね。すごいお菓子がこう人生のね選択だったりしてね、こうぜひね、オリーさんちょっとどういうのが気になったか。そうですね、私気になったところを、なんかその、まあ、確かに役的な感じなんですけど、なんか裏がありそうだなっていう感じがすごい出てて、女の最初の彼女さんなんか女性目線だからかもしれないですけど、なんかいいこぶってる感じが出てて面白かったです。
たが、いいこぶってた。あれでもあとすごい俺すごい面白いなって思うのが、あの和菓子屋でなんか店員さん男 3,4 人いるじゃないですか、たむろして、だからあの感じがちょっと面白いなと思って、なんて言うんだろう、ちょっとそのニート、いや就職入ってんですけど何やってんのお前らって、一番真面目にちゃんとねいつもカウンターいて、であれも全員同じ職場の人でいいんですよね設定は。いや、一人は職、そこの職人さん で、はいはい、でもう一人はオーナーで、もう一人はフリーターみたいな。あ、やっぱそうなんですね。だからそうか、だからその感じがなんかなんとなく多分全員でも、だからオーナーとだからね職人だから、うん、だから3人はやっぱり店の人ってことでいいんですよね、うんうん、だから、だからあの感じでもよくなんか時代劇とかでいるじゃないですか、うん、こう3人ぐらいこう噂話をしてるような、そう、そういう役の人、それを店内でやってるのが俺すごい好きで面白いなと思って、うん、なんだろう、なんかそのでも2人なんかはもう本当常連で懐刀じゃないですか、高山組の側近というか、どうなんですか現場って。そんなことないです、結構怖いイメージなんですけど僕は。そうですね、高山結構怒ったりする。どこまで言ってんですかこれ。でも怒らないと思いますよ。めちゃめちゃ怒ない、いやどうだってです、怒らないと思いますよ。あ、すごいちょっと熱くなっちゃった今の目見ました、怒ったことないと思います。今の目見ました、あれが現場の目ですよ。でもなんか本当に怒らないです。なんか怒りはしないですね、なんか多分高山さんは静かなる、静かなる、なんか高山さんはどっちかというとやっぱすごく現場では合理的なので、やっぱもうどっちかというと、まあ、時間を優先というか、ちゃんとトントントンとそこは交番表通りに行くことがこう生きがいい、だからその、ね、たまたまだと思うんだけど雨降っちゃったからか、まあ、でも傘で全然臨機応変に対応してる感じが全然自然ですよね、うん、あれあれで、あれそういうことですよね、降っちゃったの、降っちゃったんですね、そうですね、逆にあれがいい演出なんですね、いやあれがなんか笑えるじゃないですか、あの要はねびっしょびしょで髪の毛びっしょびしょで追いかけてきたとこの、あれは狙いですよね、完全に決断の狙いというか、あれはマディソン軍の橋のクリント・イーストウッドがびっしょびしょで橋に立ってて笑った以来の衝撃で、あれはいいですよね、狙いの笑いの部分も厚く走ってる。でも確かに今回のテーマがどっちかっていうと重くいきがちだろうなと普通に作ったら、なのでちょっと、うん、笑いというかバランスを取っていったかなっていうのはありますね。誰一人イケメンも可愛い子もいないっていう設定がいや、個性顔がいて高山組はやっぱり俺負けてらんねんなってとこあるんですけど、高山ポケモンはすごいですね、本当に。あの LR は、はい、実年齢はアラサーよりももちろん若い感じですか。4人のうち、1人、2人、当時でいう1人ぐらいかアラサーに近かったのは、うん、あとはあでも20代中盤とか、あ違う違う、2人アラサーでした。あそうなんだ。2人はそう、20代中盤とか前半でしたね、うん、前に見たことがあったんですけど、うん、今日また見て、はい、あの最後のライブのシーンとか良かったですね。おーありがとうございます本当に女帝そういうこと言うのやめてくださいよ全身一部だけの人も、あ一部だけの人もいますね、いろんなタイプがあって、はい、いろんなタイプがあります、うん、生えてきてるんですか最近。僕ですか、うん、いや逆に、一時期チラッとなんかこの辺が生えてきたりとか、そうなんです、なのでちょっとこの作品撮ってる時もちょっとあの変な生え方してきたんで、うん、逆にリアルだなと思って、中途半端な感じが、なのでそれは残してたんですけど、うん、でもここなんか 2,3 ヶ月前からまた、あそれ前まではちょっとバイトに出たりしてたんでちょっと気持ち悪かったんで出たんですけど、あの今全くバリカン入れずにまた全部抜けちゃったので、あそうなんですね。なのであいろんな状態の繰り返している感じですね。役者さんなんですよ、ね、数はもともとだから俺も初めてお会いした時に、ね、すごい失礼なことかもしれない、いや役者さんで、いや俺もう本当に道だったら怖いからね、怖い役とかたくさんやってんのかなと思って、で、うん、これ
あれなんですよ、はい、反発性のこういう病気でって言って、やべえ俺と思ったんですけど、全然大丈夫そうっておっしゃってくださって、すごいだからね、悪役とかも絶対来ますもんね。あ、そうですね、普段はなので。でもいい人なんですよ。なので、薬剤役とかも割と、そう、ね、さつまいもで大福、たまには俺が作ったやつ選べよ。だってシュンはまだ半人前だろ。シュンもこの頃腕を上げてきたぞ。本当ですか、みきちゃん。お、今度うちの親が会いたいって。それ目まで隠れちゃってるよ。僕は旅立ちます、シュン。抹茶おで大福、大福占い第1位。本当に適当に言ってない？これ私、はい、OK だったらアップするからね、 YouTube に。お、本当ですか、はい、あ、全然、あ、今日ちょっとメイクとかしてなくてすいません。こんにちは、 YouTube をご覧の皆さん。今日の作品は何でした？今日の作品は、我々は丸という作品でして、高山直美監督、作監督ですね、作監督編集の作品でございました。どうもありがとうございました。自己紹介お願いします。丸で主演を務めました椎名智和です。よいしょ。あ、丸、今日は丸の上映で参りました。霞和菓子屋のオーナー役の大石康人です。寒いですね、今日あの雪が降りそうなぐらい寒いです。この作品の見どころを元気いっぱい教えてください。この作品の見どころ元気いっぱい、そうです、今めっちゃ高山さんの方見ちゃった。でもこの作品の見どころは多分カズさんに言ってもらった方がいいんじゃないですか。あれ、そんなことない、そんなこと、この作品の見どころは、この作品の見どころ元気いっぱい教えてください。この作品の見どころは元気いっぱいです。なんといってもサトチンが落ち葉拾うところですね。そこかい、あれは最高ですね。どういうこと？サトチンって誰ですか？こいつです。これから天下は、なんで落ち葉を拾ったんですか？その答えはご覧いただいた皆さんの心の中にあり、みんな見てないんだ、YouTube の向こうの人は見てないんだ。丸の見どころを教えてください。やっぱり大福がうまいとこですかね。何大福が欲しいんですか？カフェオレ大福一本です。じゃあおすすめの和菓子を教えてください。おすすめの和菓子、僕は、いや、僕せんべいが好きなんですね。特に浅草の日の出せんべいっていうせんべいがね、これまあうまいんですよ。ちょっと待って、空気呼ぶ、空気。空気、川越でしょ、川越。あ、そうだ、川越だ、川越だった。いや、川越、そうそう、川越、結局何の和菓子が好きなんですか？何の和菓子が好きなんですか？饅頭ですよね。おすすめの、おすすめの洋楽を教えてください。はい、おすすめの洋楽は、うわ、今めっちゃ私醤油団子って言おうと思ってたのに。おすすめの洋楽はですね、今最近私何だろう、何聞いてるか、今 Amazon Music を開きますよ。いいですか、 Amazon Music。 皆さんはちなみに何好きな映画を教えてください。好きな映画は当然丸です。好きな剣を教えてください。剣、
好きな県。好きな県。埼玉県です。その理由は？やっぱり僕が住んでるの町でもありますし、そしてこの作品の舞台でもある川越があることです。好きな映画監督を教えてください。好きな映画監督はデビッド・フィンチャー。あ、いや、高山直美さんです。好きなデビッド・フィンチャーを教えてください。デビッド・フィンチャーをどう説明すればよろしいかってことですか。あの、すいません、不可能でございます。真剣な問題。自分のアピールポイントを教えてください。アピールポイント、そうですね、最近考えてたんですけど、アピールポイントやっぱ眉毛ですかね。やっぱ一番言われる、このね、この眉毛すごいね、あのやっぱ太いと言われて。あ、ちゃちゃ、自分のチャームポイントを教えてください。僕のチャームポイント、やっぱりこれでしょうか。なんか質問ください。あ、わかりました。じゃあ GoPro じゃないですか。GoPro じゃないかった、ソニーアクションカメラ。アクションカメラ、ソニーのアクションカメラ。じゃあアクションカメラっぽい一言をください。ちょっと待って、これ撮ったらいいじゃん。じゃあやめて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 。何でも撮っとるでめっちゃなんでこれ動きは撮れないんだ。めっちゃ面白かった。さようなら。